またアンチか。エゴサの結果以前から良くなったが、今回でかなり悪化したな。フワちゃん、破天荒なキャラはいいんですけど、もうちょっと嫌われないように考えて行動してみましょうよ。アンチなんて別に気にしなくていいじゃん。そんなことも言ってられないですよ。あまりにも視聴者から不満が上がれば番組に呼んでもらえなくなるかもしれないですし。はあ？そんなの知らないし、私は私を見て元気が出る人にだけ届けばいいと思ってるから。はあ、一体どうしたらいいんだろう。ひまゆうのアトリエ。続いて流行語大賞トップ10に選ばれたのはフワちゃんです。ではスピーチをお願いします。はい、まずスピーチの前に自撮りするね。イエーイ。もうスピーチしていいの？これ何分くらい尺あるの？はい、もうスピーチしていただいて大丈夫です。時間も気にされなくて結構ですので。流行語大賞ってことは私が2020年のリーダーになっちゃったってことだよね。マジで嬉しい。お笑いタレント、YouTuber でありながらラジオのパーソナリティやプロレスラーなどマルチに活躍しているフワちゃん。派手なカラーのスポブラ、ショートパンツにお団子ヘアのインパクトあるファッションが特徴で、タメ口でラフなハイテンションキャラクターとして知られている。2019年頃からテレビ出演が増加し、2020年の上半期には100本以上のテレビ番組に出演。2021年のテレビ番組出演ランキングでは女性タレントで1位を獲得。2020年の流行語大賞トップ10に選ばれたり、2020年上半期最も活躍した芸能人アンケートでは2位になるなど、怒涛の快進撃を見せていた。そんなフワちゃんの人気の理由とは一体何なのだろうか。最近大活躍のフワちゃんですが、その強みは何だと思いますか？やはり YouTuber と芸人という2つの肩書きのいいとこ取りをしているところじゃないかと思いますね。というと？テレビの収録では自撮り棒で写真を撮ったり、目上のタレントにも慣れ慣れしい口調で話しかけたりしていますが、上下関係の厳しいお笑いの世界でこれを真似できる人は他にいません。なるほど、その自由な振る舞いができるのがフワちゃんの強みということですね。ねえ、 YouTuber だからこそそういう勝手な振る舞いが許されているのです。バラエティ番組や賞レースをきっかけに芸人の世界に活躍の場を見つけるお笑いタレントは多い。しかし YouTube を主戦場にテレビや雑誌に進出していったフワちゃんは完全に異質の存在。彼女の活動はお笑いの世界に新風を巻き起こしているということができるだろう。さらにインパクト抜群のキャラクターと明るくて素直なリアクションからバラエティ番組などで使いやすい存在となっている。 SNS での拡散力も凄まじく、若年層からの人気も高い。他にもテレビに出演した経験がある YouTuber はフワちゃんの他にも数多く存在する。だが彼女はもともとタレント養成所でお笑いを学んだ芸人でもあり、この点が他の YouTuber とは一線を画したユニークな強みになっているのだ。そんなフワちゃんは大御所タレントからも気に入られているようで。フワちゃんは芸能人で仲のいい人はいますか？2020年はいろんな大御所と友達になった。さんまもたけしも徹子も小池百合子もみんな喋っとったよ。それはすごいですね。みんなと友達になれて楽しかったから、2021年は海外のマブたちを作りたいな。キャメロン・ディアスとロバート・デ・ニーロとオードリー・ヘップバーン。そして彼女の最大の特徴と言っても過言ではないタメ口。そうそうたる大御所芸能人に対しても躊躇なくタメ口を貫いている。しかしそれでも番組に出続けられているのは、異質な芸歴に加えて彼女の分かりやすいキャラクターや若年層の圧倒的な支持であろう。芸能界で固定ポジションを手にしたと勘違いしたのだろうか、ある行動でその人気にも限りが見えている。その理由とは。暇だからテレビでも見るかな。あー、またフワちゃんか。私あんまり好きじゃないのよね。わかるわかる。最初は面白いと思ってたけど、タメ口キャラも飽きてきたよな。誰に対してもあんな態度だし、正直見てて不愉快だわ。 YouTube や Twitter などで発信するライフスタイルやポジティブ思考そのものが若年層から支持されている一方で、2023年フラッシュが発表した嫌いなコメンテーターランキングでは、フワちゃんは圧倒的な評され1位となった。ミドル世代である30、50代からは元気が良すぎて見ていて疲れるといった声や、
礼儀がなくて失礼、言葉遣いが下品などという意見が上がっている。バラエティ番組を中心にその破天荒なキャラで活躍しているフワちゃんだが、実際の視聴者からは厳しい声を寄せられており、フワちゃんもそろそろ潮時かな。え、どうしてですか？テレビではタメ口で破天荒なキャラで活躍しているが、視聴者からの評判は良くないんだよ。そうだったんですね。あんなにテレビに出てるのに。さすがにふざけすぎというか、誰に対してもタメ口のキャラは反感も買いやすいしね。中にはフワちゃんがテレビに出ているとチャンネルを変えるという人もいるぐらいだ。テレビ番組に引っ張りだこのフワちゃんだが、それを見ている視聴者との間にズレがあるのは間違いない。SNS での発信力があるからこそ、フワちゃんに仕事のオファーが絶えないのだろうが、あまりにも視聴者からの不満が上がってしまえば、使いづらいタレントとなってしまうだろう。さらにフワちゃんには、周りをも巻き込むさらなる問題があり。お疲れ様です。これ、今日のチケットですので。はい、ありがとう。これで安心ですね。では、後ほど。はい、どうしました？ちょっと、間違って違う新幹線に乗っちゃったんだけど。え、大丈夫ですか？大丈夫なわけねえだろ。私は絶対間違えるんだから最後まで見とけや。2023年3月24日のフラッシュの記事によると、フワちゃんは仕事で新幹線に乗る際、絶対にチケットをなくすからという理由で、わざわざ東京駅の八重洲口でマネージャーに待っていてもらい、そこでチケットを受け取った。しかし、チケットをもらいマネージャーと別れたフワちゃんは、その後全く別の新幹線に乗ってしまったそうだ。もちろん乗車する新幹線を間違えたのは自分のミスなのだが、フワちゃんはマネージャーに電話で逆ギレ。これにはマネージャーがかわいそうだという意見が後を絶たない。そしてフワちゃんはマネージャーだけではなく、現場に迷惑をかけるような事件もたびたび起こしており。ではパスポートのご提示をお願いします。はい、パスポートね。あれ、やば、パスポート忘れちゃった。え、本当ですか？どうしよう、とりあえず急いで取りに戻りましょう。この度は本当に申し訳ございません。すみませんでした、ちょっとパスポート忘れちゃって。いえいえ、大丈夫ですよ、気にしないでください。じゃあ時間がないので急いでロケを始めましょうか。2023年1月15日に放送された行列のできる相談所。フワちゃんはこの番組内で7年ぶりに活動を再開した韓国のガールズグループカラと韓国ロケに行くことになっていた。しかしパスポートを忘れてしまい、ロケには3時間もの大遅刻。放送ではカラのメンバーはロケ冒頭に遅刻したことを一瞬いじるのみで、終始笑顔で人気スポットを回ってくれた。カラは活動再開にあたって日本のさまざまなバラエティ番組に出演している中、これには放送を楽しみにしていたファンにもモヤモヤが残ってしまったようだ。実際メンバーのニコルおすすめのスイーツ店は遅刻が原因で回れずに、コメントでの紹介にとどまったことが放送されただけに歯がゆい思いをしたファンも多い。フワちゃんの遅刻により番組全体に迷惑がかかってしまったこの事件。この行動の一つ一つ、本人は前から治らない癖だと言っているが、何度も注意されても治らない姿勢から、世間では売れっ子になり天狗になっているのではないかという声も続出しているのだ。そう、このような行動はタメ口で破天荒キャラとは圧倒的に違う。他人任せにする姿勢は彼女の今後の芸能人生に確実に影響してくるだろう。フワちゃんといえば遅刻癖が問題視されてますよね。そうですね、遅刻ももちろんですけど、実はそれよりももっと大きい問題があると思っていて。なるほど、その問題とは何ですか？マネージャーなどへの逆ギレですね。逆ギレですか？ええ、過去の遅刻癖などは他人に迷惑がかかっているとしても、まだ自分の責任として軽い炎上で済んでいました。しかし逆ギレに関しては他人に危害を加えてますよね。自分のせいなのに責任転嫁して。確かに、これでは周りの人も離れていってしまいますよね。旗から見れば天狗になっているとしか思えない行動です。このような態度を続けていれば芸能界で生き残っていくのは厳しいのではないでしょうか。いつまで経っても治らない遅刻癖やミスはもちろん問題だが、それ自体は本人が意図しないものである。しかしそれをスタッフやマネージャーなどの言いやすい人に責任転嫁したり、反省の様子が見られないのはどうなのだろうか。そうした姿勢に世間からは拒否反応が出ているようだ。フワちゃんは
ド派手な格好と奇想天外なキャラクターで、あっという間にテレビ番組を席巻した。そして明石家さんまや有吉弘行など大物 MC にも目をかけられている存在である。一方で大御所タレントを呼び捨てにしたり、カメラが回っているスタジオでスマホをいじったり、ガムを噛んでいたり、大幅な遅刻をしたりと、現場をヒヤヒヤさせるトラブルもたびたび起こしているのだ。現在はフリーで活動している身のため、トラブルが続きすぎると現場から NG を突きつけられる可能性もありえるだろう。何でもありのタレントにも賞味期限は存在する。唯一の救いがあるとすれば、逆切れという理不尽な怒りを周囲にぶつけていることを本人が自覚していることだ。だからといってそんなことで怒られる側はたまったものではない。能天気な明るさが彼女の売りだが、一部の視聴者にこれほどの嫌われ方をしているとなれば、いつしかテレビから消えてしまうこともありえるだろう。テレビに起用されなくなったとき、フワちゃんは局に逆切れでもするのだろうか。